けれども、うん、肯定的な側面として、うん、タイプ7は極めて前向きですと、うん、元気で陽気なのだ、うん、彼らは豊かな活力に恵まれ、うん、毎日の生活にフルに関わりたいという欲求を持っていると。もともと朗らかで気さく、うん、自分のことや他のことで深刻になりすぎないと、うん、自分の中でバランスが取れているとき、うん、人生に対する喜びや情熱が自然に周りの人みんなに影響します、うん、彼らは私たちに生きることの純粋な喜びを思い出させてくれますと。あまり問題はなさそうに見えるんですよね、うん、多分自分自身の気持ちとしてはそんなに問題ないんですよ、はい、はい、問題ないと思ってるんですね彼ら。自分は、はい、だから自分自身は楽しくやってる、はい、し、まあ、でもそういうことやってるとちょっと経済的に追いつかなくなってたりとかっていうのは降りかかるみたいな。でやっぱ、うん、ごめんなさいね、このエニアグラムで他のところの闇に比べると、うん、はいはい、そんなになんかまだ他のタイプだからなのかあまりなんか問題が見えてこないんですけど、うん、じゃあ貪欲そして決して満たされることがないことと、うん、タイプ7の特徴的な欠陥は貪欲ですと、うん、文字通り食べ物をいっぱい詰め込みたいという欲求だと、うん、タイプ7はあらゆる身体的快楽を過剰に追求し得るとともに過度な過食の問題を持つ場合がありますと、うん、ただし貪欲の文字通りの解釈は時にタイプ7に当てはまるとはいえこのとらわれは比喩的に理解した方がいいでしょうと。つまり物や体験によって内面の空虚さを埋めようとする試みなのだと、うん、貪欲は欲求不満で空虚感やニーズのある時、うん、自己を物質的満足でいっぱいにしたいという感情的反応ですと、うん、タイプ7はニーズや空虚感を抱えている気持ちを直接味わうよりも身体的快楽と刺激的考えによって気をそらし不安から逃れようとしますと、うん、出てきた。子供時代からの潜在的な感情の歪みが深いほど、うん、満足するだけの十分な体験をしているとは思いにくいと、自分を完全に満足させるにはもっと体験したければならないと考えると、うん、そのようにして貪欲という囚われに陥っていくと、うん、タイプ7は自分自身を不安から守るため頭の中をいっぱいにしておくので、うん、強く頭の中に印象に残るものでない限り感情的情報を取り入れにくくなりますと、うん、したがって彼らのアイデンティティは頭が興奮し続けることから来ますと、うん、頭の中の思考の中身、個々の考えは刺激の程度や期待される満足ほど重要ではないと、うん、それで入り込んでくる印象が頭に残り満足するように再び強い刺激を求めると、うん、彼らのアイデンティティは刺激を受け続ける状態を頼りにしているので、うん、自分自身にあまりブレーキをかけず、うん、いかなる境界や限界をも嫌う傾向がある、うん、衝動や欲求が湧いた時に、うん、すぐにこれに自由に反応したい、うん、囚われすべてがそうであるように貪欲は結局のところ自己敗北になります。なぜならタイプ7が子供時代に奪われていたと感じるいたわりを見つけようとしてむやみやたらに詰め込むほど不満足になるからですと、うん、要はやらなきゃいけないことが目の前にある、うん、これは多少、うん、苦しいが伴う、うんうんうん、時に、うん、やりたいがポチンポって出てくると、うんうん、こうするわけですね。この人たちは、うん、やらない、僕もそうですけどねやらないが出てくるんですねはい、はい、でこっちをやる、うんうん、そうすると問題が出てくるわけじゃないですか。 これ大きくなってきますよね。この問題は、うん、膨らんできますよね、プーってこっちで、うん、である日弾けたりするんです。バーンってなりますよね、うん、この辺ですね。この辺ですよ。で彼らは、うん、また同じようにこっちでもまた同じことをしでかすんですよね、うん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 、やらなきゃいけないもやらなきゃならないことに発達してくると、うん、またこっちに新しいものを見つける、うんうん、でこっちに反応したい、うんうん、あっちの方が幸せだ、あっちの方が面白そう、幸せがここにあるのに、ここにあるのに、で、うん、聞くと楽しいからいいじゃんっていう、楽しいからいいじゃんっていう人と言い聞かせてる感じですね、うん、あとなんかつまんなさそうにしてる人もいますけどね。あ、タイプ7の人で、タイプ7の人で、はい、普通の時何もないみたいな、
何もないって幸せじゃないですか。何もすることがないみたいな、はあ、みたいな。それを平和と言って幸せと呼ぶんですよ。でこう退屈そうなため息ついたりとかする。まあ、ため息も体には重要ですけど。何かあったんですかとか言って何にもない。平和じゃないの。で苦しんでるんで、はあみたいな。何もすることないみたいな。で苦しんだりもする。なるほど、うん、幸せを知らない人たちですね、うんうん、そうなんですよ。だから常に手に入れてないとダメみたいな感じだから。でも常にずっと手に入れられるわけでもないじゃないですか。何もない時もあるわけですよ。あのいろんなものは有限だったりしますよ、うん、そうそう、はい、でコロナになったりすると特に制限かかったりとかして何もできない時にもうなんかすっごく不幸みたいな。なるほどね、うん、あそうだよ、うん、人って死ぬんですよね、うん、死にますよ。はい、そうなんですよね、うん、みんな死にます。っていうことは僕もいつか死ぬんですよ、うん、みんな老いるし。そうなんです。生老病死とはよく言ったものですね、はい、僕死んじゃうんですよいつか、うんうん、ってことは時間は有限なんですよ、はい、でずっと幸せでいたいじゃないですか、はい、幸せだって感じてたいじゃないですか、うんうんうん、それができるって言うんですよ、うん、哲学仏教では、はいはいはい、人はそれができると、うんうん、一体だと幸せと心は、うんうん、タイプ7は違いますね、うん、そう。それが何かを得てないと幸せじゃないと思って。じゃあこれ得ればいいですか。それをそれを得ればって得た瞬間いいですかっていう。なんでこっちの手が伸びるんですかこの人たちは。いや違うなが出てくるんじゃないですか。掴んだ瞬間あなんかもっと良さそうなのがあるみたいな。なるほど。でこれ手放しちゃうわけですよ。掴んでもっとじっくり楽しめばいいのに堪能すればいいのにピッて捨ててあっちを目指すみたいな。なるほどね、うん、あでこれはやっぱり子どもの頃なんですかね、うん、満たされない思いがあって、うん、いやグッてお腹いっぱいになれば、うん、気持ちが収まるからもう、うん、もうなんか欲しいものは全部欲しい、うんうんうん、っていう状態だと、うん、問題ありますねこれは。問題ありますよ。欲しいもの何でも欲しいわ。何でも欲しい。手に入れられるものは何でも欲しいわ、うん、結構問題ですよねこれは、うん、こっちが先に行ってる気がしますね、うん、何言うんだろう。逆転してる。手に入れなければな。うん、うん、なんとなく、うんうん、だから手に入れれなければ幸せになれないって思ってること自体が、はい、まあ、そもそもこうそんなものは幻です。あってことはもう毎日不幸せじゃんその人。そう、そんなのはもう妄想、あなたの妄想、幻覚、幻ですよみたいなとこじゃないですか。あそう今、うん、ヨシさんが言って樽を知らない人って、うんうんうん、毎日が樽を知らない人ですもんね、うん、そうそう常にです。常に樽を知らない人、うん、もう一瞬満足があるかもしれないけど一瞬ですよ多分。この一瞬だけ。この一瞬だけ。これもまた辛いですね。業が深い、うん、貪欲は結局のところ、うん、自己敗北だと、うんうん、要は子供時代に奪われていたと感じる板張りを見つけようとして、うん、詰め込むほど、うん、もっと足りないが出てくる、うんうん、っていうことですね、うん、ということは手に入れたものは間違いってことですもんね、うん、間違い、間違いが積み重なっていくってことですもんね。そう、まあ、本当は間違いじゃないんですよ多分。そうなんですよ。ちゃんとやれば正しくなるのに、はい、そうなんですよ。だからあの師匠、はいはい、漫画喫茶とかに行くと、はい、一巻だけ大量に読むって言ってましたもん。なるほど。もっと面白いのあるかもしれない。そうですね。マドカマギカとかはアニメで面白くなるのは 3話目からですよ、うん、だから一巻だけもっと面白いのがあるかもしれない。もっと面白いのがあるかもしれないで多分一巻というか一つのシリーズを全部読んだ方が面白いわけじゃないですか、はい、あの進撃の巨人がどれほど面白くなるかって話ですよ。、うん、そう。なるほど、うん、だから一巻だけ読んじゃうみたいなこと言ってましたもんね。なるほど。ストレスに反応する、うん、タイプ7は1に行く、うん、ストレスが増大する中タイプ7は物事を達成したいのであれば、うん、エネルギーを集中させる必要があるっていうことに気づくようになると。したがって通常の段階のタイプ1のように自分自身を抑制する必要を感じ始めます。もっと一生懸命に働くようになり自分一人でその仕事をうまくできると感じます。ところが実際においては軌道から外れないように自らの行動を限定する一方ですぐこうした枠や制限に対し欲求不満になってしまうのです、うんうん、もっと落ち着きがなくなり散漫になるか自制心が働き、うん、厳格になる、うんうん、要はあれだけ明るく朗らかだった人が、うん、でいずれにせよ快活さが暗い
生真面目さに変わっていく、うんうん、また通常の段階のタイプ1のようにストレス下のタイプ7は人に説教しようとする、要は他のタイプの悪いところが出てくる、うんうんうん、それは興奮するような本、うん、ワークショップ、うん、政治的な話の観点についてかもしれないと、うん、自分の意見に対する熱意が他人の考え方に論爆したり批判する傾向性に急速に変わっていきかねないのですと、うん、彼らは短期で冷淡になることがあり、人や他人の無能さがいかなる程度でも我慢できなくなる、うん、ストレスが高まると、うん、潜在的な怒りや憤りがふつふつと浮上して、うん、健全度の低いタイプ1のように、うん、口やかましく、うんうん、他人の荒探しをして、うん、萎縮させるような皮肉コメントを言うことで、うん、欲求不満を解消しますと、うん、なるほど、うん、ではこのタイプ7の統合の道、うん、タイプ7は、まあ、そうしたところに気づき、うんうん、スピードを落とし頭の速さを沈めることを学び、うん、自己実現し健全さを保ちます、うん、そうすることで健全なタイプ5のように自分が受けた印象が深く入ってくるようにするのです、うん、統合しつつあるタイプ7はもはや並外れた体験や気晴らしの追求の中に中毒にならず、観察および体験したことを十分長くとどまり、自分自身や周りの世界についてのあらゆる驚くべきことを発見します。このことは彼らが求めている導きをよりもたらすとともに生産性や創造性を高める。また彼らが作り出すものは他者にとってはるかに多くの共鳴と意味をもたらします。タイプ7はより静かで集中した思考を育てることにより自分自身の本質的導きに近づきます、うん、それによってどの体験が真の価値を持つかが分かる、うん、間違った選択をすることや最良の行動方針を逃すことへの不安に気をそらされることはもはやなく、統合に向かうタイプ7は何をしたらいいのかが分かる、知っている、うんうん、より深みを持ってリアリティを追求することは、うん、統合しつつあるタイプ7の自由や情熱を失わせることにはならない、うん、それよりも一瞬この一瞬一瞬をもっと自由に味わうようになると、うん、けれども、まあ、タイプ5の通常の段階を真似することは、うん、あまり意味がないと、うん、思考感情の切り離し人のニーズに対処する不安といったものの中で自分を見失うことはタイプ7の思考の創造しさを悪化させるだけですと、うん、また無理に意識を集中しようとしても抑圧に基づくためにうまくいかないと、うん、タイプ7が思考を沈め浮上する不安を許容することを学ぶにつれ自然にまた次第に健全なタイプ5の持つ明晰さ、うん、革新性、うん、洞察力を身につけると、うん、なるほど、はい、まあ、ストレス溜まってくると石のように口やかましくなるって話ですよ、まあ、それは、まあ、エニアグラムでいうところの、うん、目覚めのチャンスですよね、そこは、うんうん、それがなったら、あ、注意しなければ僕、うん、なってるね、それが、うんうんうん、っていうところですね、うん、なんで周りがそう言ってもしか言ってきたんだとしたら、うん、言ってきてくれた人にありがとうですよね、うんうん、あ、気づき、気づきありがとうと、うん、注意してくれてありがとう、いつもの俺じゃないねって話ですね、うん、でタイプ5のように、うん、掘る深掘りする、うんうん、要は体験したものを、うん、薄っぺらいとこだけじゃなくて、うん、掘っていくことで、うんうん、またその本質に近づくことができるし、うんうん、ちゃんとなんか始めたことを楽しみましょうじゃないですか、最後まで、はい、でまたその自分が変わったこともわかるじゃないですか、うんうん、あ、俺は深く味わうこともできるじゃん、できる、うん、なんかこの自分が変わるのって気持ちいいんですよね、うんうんうん、20キロ痩せた人間だとすると、はいはい、何が嬉しかったかって、うん、ダイエットって戦いの毎日なんですね、うんうん、要はいかに食べないかなんですよ、まあ、そうですよね、食欲、はい、食べたいが出てくるわけですから、そういかに我慢するかなんですけど、うんうんうん、ああ俺3日坊主だと思ってたんですけど、うんうんうん、ずっと我慢できるじゃん、うんうん、っていうなんか自分の変化なんですよね、うんうん、体型の変化だ、変化じゃなくて、でこれが分かると、うん、なんかちょっとその楽器も、うん、今ウクレレ1年以上続けてますけど、はい、うん、あ、
なんか続けることもなんかできるんだねっていう、なんか昔できなかったことが変わるっていうのに気づけるといいですねなんて上から言ってすいません急に不安が出てくるんですけどね、はい、こんな偉そうにしてていいのかって、うん、